試験試合宣言でございます。認定賞、この試合は PWF が認定するアジアタック選手権試合であることを宣言する。1999年2月13日太平洋沿岸レスリング同盟、会長ロード・ブレアス代読。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。アジアタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム245ポンド新崎純正、錦野プロレスの新崎純正、245ポンド早野さん、ラガコーナーアジアタッグ選手権チャンピオンチーム270ポンド泉田純、185センチ132キロ泉田純、270ポンド本田タモン、188センチ115キロの本田タモン、レフリー福田彦、第64代チャンピオンであります。この全日本の2人がアジアタッグのベルト他団体への流出を防ぐことができるんでありましょうか。こちらがハヤブサ、そして新崎人生、今ボディチェックを受けているのが画面左側本田多門、そして右画面左側が泉田純、そしてアマレススタイルの本田多門であります。先発は泉田純と新崎人生であります。60分一本勝負アジアタック選手権試合、場内からは泉田コールが起こっております。この日だからこそベルトの流出を防いでほしい本田多門、泉田純、そしてアジアタックの歴史に新崎人生、はやぶさの名前を刻むことができるんでありましょうか。押し込んでいったのは泉田純。上げろ、上げろ、泉田、行け行け行け、さあヘッドボット打っていった、行け行け、まずは挨拶代わりのヘッドボット泉田純、距離を取ります、組み合いた、今度はヘッドロック、泉田ぐーっと絞り込んでいきます。泉田純であります。右足をつきました、右膝をつきました。新崎人生、立ち上がった新崎人生、ロープに飛ばして体当たりは五分と五分、両者倒れません。自らロープに飛んで体当たり、これも五分と五分、今度は泉田が飛んだ、今度はレッグシザース、そしてフェイスロック、リング中央新崎人生、上に乗っているのが新崎人生、リング中央でじりじりと泉田はロープの方に逃れようとしていきます。さあその動きを止めることができるか新崎人生、さあ右腕を伸ばせば届くところにあるのか泉田純、ゆっくりとゆっくりとロープの方に近づいていきます。そしてロープブレイク、昨年の10月6日新潟大会で第63代アジアタッグチャンピオンウルフ・スミス組を下して64代のチャンピオンになりました。この泉田純と本田タモン組、モンゴリアンチョップ、
さあ泉田から今度は本田多門へタッチであります。ヘッドバット、こちらも挨拶代わりはヘッドバット。新シリーズの1月16日新春ジャイアントシリーズ後楽園ホールで、この両者はアジアタック選手権試合を行っております。その時の試合は本田泉田組が23分37秒で勝利を収めております。その1月16日の後楽園ホールの戦いは開始5分で人生は泉田のヘッドバットで額を割りまして流血をいたしました。この青いリングが真っ赤に染まってしまうのではないかというぐらいの大流血でありました。まさに血だるまでありました。その状態で10分以上防戦一方だった新崎人生、あれから1ヶ月再戦が行われております。新崎人生とハヤブサリベンジ、今度こそ取ることができるのか、ハヤブサと新崎人生。さあヘッドロックを、それを飛ばして体当たりは本田多門。新崎人生左足を取っていきます。そしてハヤブサとタッチ、ハヤブサが入ってまいります。距離を取ります。ハヤブサと本田多門、183センチ106キロのハヤブサ。まだ距離を取ります。そして組み合った、バックを取ったハヤブサ。本田多門を飛ばすことができるんでありましょうか。本田多門の体重は115キロ。バックを取り返した本田多門、引っこ抜くか、前に落とすか、ハヤブサもこらえます。さあ赤コーナーの方に引き連れてまいりました。試合時間は5分を経過しました。再び泉田純が入ってきてキック、ストロークにキック。ヘッドバット、本田多門と泉田純の、なんといっても最大の武器は両者の硬い頭であります。この両者の硬い頭が新崎人生の額を割りました。今は早伏せのヘッドボット、キック、胸元へのキック、フライングベア首投げからスリーパーホールド。絞り込んでいきます早伏せ。これもリング中央、泉田純は逃れることができるか。立ち上がった、そしてチンクラッシャー、チンクラッシャーに逃れました泉田純。91年に全日本に入りまして92年にデビュー、今年8年目を迎えております泉田純。96年から行ってきた顔面とボディへのフェイントは98年に落としました。そして昨年の10月6日第64代チャンピオンアジアタックのチャンピオンになったわけであります。足で絞っていきます早草。これは苦しい表情だ泉田純。体の反動を利用して、そしてサードロープ、ロープブレイク。ちょっと苦しい時間が続きます。さあ新崎人生が入ってまいりました。あっとヘッドバット、ヘッドバットを打っていきます。新崎人生の方から仕掛けるようにしてヘッドバットを打っていきます。さあ泉田純、泉田ヘッドバットで応えます。ヘッドバットにはヘッドバット、再び額を割ることが、おっと額が割れています。赤い血が流れております。モンゴリアンチャンプをかわしてヘッドバット、ヘッドバット、
さあ再び大流血となるんでありましょうか、新崎人生。そして再び敗れてしまうのでありましょうか。さあ泉田がヘッドバットを打ち込んでいきます。ロープに飛んで、あっとこれは村本キック。そしてあーラリエット、再び新崎人生の頭を捉えた。さあ今度は両足を取って脇に抱えます。逆エビ大固めの体勢、膝で押します。そしてマサイラ、さあ腰を落とすか、リング中央。さあプッシュアップ、そしてシングル、シングルのボストンクラブに入るか。膝をついている新崎人生、そしてなんとかロープの方に逃れていきたい新崎人生。額には赤い血で染まっております。さああと30センチだ、新崎人生ロープに逃れることができるか。ロープに逃してしまうのか、泉田純ロープブレイク。さあリング中央に引きずってきたシングルのボストンクラブ。さあハヤブサがカットに入ってきた、稲本キック、これにはまだ耐えます。泉田純耐えます耐えます。そして3発目も効きません。さあロープに飛んで、あっと体当たり。さあ泉田純は本田多門とタッチ、そして本田多門が今度は新崎人生の頭を捉えました。起こしていきます。そして体を浮かして、そして前に落としていく。ストマックにダメージ、新崎人生ロープブレイク。左足がサードロープに届いておりました。新崎人生を飛ばして、そこに待っていたのが泉田純。泉田は鉄柵にぶつけていきます。悲鳴が上がる後楽園ホール。新崎人生防戦一方、その新崎人生をリングに戻します。試合時間は10分を経過しました。さあそのまま後ろに持っていった、そしてカバーに入った。カウント2つ、前回の1月16日の戦いは23分で決着がつきました。今日の試合もうすでに10分を経過しています。さあカバーに入った、これはカウント2つ。リング上は泉田純と新崎人生であります。新崎人生をニュートラルコーナー飛ばしていきます。そしてショルダーアタック、ヘッドボット、本田多門を呼びます。本田多門を呼びます。そして前から後ろからヘッドボット、ヘッドボット、両端のダブルのヘッドボット、そして新崎人生がヘッドバットを打っていく。さあ早草にタッチ、トップロープを越えてきた。そしてストモックにキック、両者が飛ばして、そしてストモックにキック。さあフェイスロックとネックブリーカードロップ。そしてボディースラムを新崎人生に打っていきます。さあヘッドバットを打っていきます。そして今度はニードロップ、回転してボディアタック、ボディープレス、カウント2つ。新崎早見さんが泉田さんを落として胸元キック、左足を打って、もう一度左足、あーっとドラゴンスクリュー、泉田純左足を捉えてドラゴンスクリュー。さあそして本田多門にタッチ、左足を押さえており、あーっとヘッドシーダートリップ、本田多門が場外に落ちていきます。さあ新崎人生赤コーナートップロープが、これはリングに戻ります。あーっと早草がいった、早草がいきました。
場外の本田多門に飛んでいきました。はやぶさ、そして本田多門をリングに戻して、今度はギロチンドロップ、カバーに入った。さあ今度は後ろに飛ばしていきます。回転して新崎人生とタッチ。新崎人生はニュートラルコーナー、トップロープ拝んだ、そしてショルダーアタック、回転してカバーに入った。さあ今度は念仏パワー、おっとこれはキック、ヘッドバットをかわして、あっとこれもかわした。さあ今度はストモキにヘッドバット、あやみさんタッチ、今度はフライングヒールキック、本田多門の髪の毛を捉えたボディースラム、150キロを飛ばして、あっとカバーに入ったが、これはカウント2つ。新崎人生は泉田に引っ掛けていきます。再びボディースラム。さあはやぶさニュートラルコーナートップロープに登りました。ファイヤーバードスプラッシュ、カバーに入った、勝ったが間に合った。アジアタックのベルト流出を防ぎました、泉田潤。そして今度は後ろ向きだ、ニュートラルコーナー、あーこれを本田多門抱え上げた、抱え上げてタモンズアワード、カバーは新崎人生のカットが間に合いました。さあ本田多門は泉田潤にタッチ、そしてはやぶさをニュートラルコーナー飛ばしていきます。ラリアット膝式、そして再びラリアットか、今度はキック、顔面ハイキック、大きく息をついた、これはキックでかわされています。泉田もう一度、これもキックかわされた。さあ左足を捉えた泉田潤、あっエンジンヒルはかわして、そして STF、 試合時間は15分を経過してきた。 STF リング中央、さあじりじりと逃れることができるか、はやぶさぐっと力を込めていきます。泉田潤、はやぶさの体を起こしていきたいが、はやぶさの右腕がサードロープに届きました。今度は本田多門にタッチ、早いタッチアウトを見せます。ヘッドバット、そして喉落とし、さあカバーに入った新崎人生のカット、さあその新崎人生に泉田潤が行きます。本田多門も来た、そして再び喉落とし、受け身が取れませんでした。新崎人生後頭部から落ちていきました。苦しい表情だ新崎人生。さあはやぶさを起こして、今度は泉田潤が赤コーナートップロープからヘッドバットを落としていきます。さあカバーに入った片襟固め、これで決まるのか、とカウント2つ。さあはやぶさを起こして攻め続けたい本田多門、泉田潤、さあひっくりかわしてフライングヒールキック、さあ新崎人生にタッチ、新崎人生はニュートラルコーナートップロープからチョップを落としていきます。食いしばる新崎泉田潤、ヘッドボット、あっとこれはマンダラひねり。さあ今度は極楽固めの体勢だ、入った。さあ本田多門のカット、ヘッドボットを打っていく、しかし止めません、ヘッドボット2発目、極楽固めは固まっているが、ヘッドバット3発目にしてカットがなされました。泉田潤は本田多門の方に近づいていって、今タッチがかわされた、多門が入ってくる。そして新崎人生ヘッドバット、自らロープに飛んで、あっとこれはドロップキック、新崎人生自ら回転、そして早草にタッチ、早草はエプロンサイドから、
それを飛び越えてヘッドスラスを引く。そしてカバーに入ったカウントライ、これはカウント2つ。本田多分なんとか逃れた。そしてニュートラルコーナートップコーナーに登っていきます。さあ再び飛ぶか、今度はアップ、これはかわしていくラリアット。本田多分バックに回った、バックに回った、投げっぱなしジャーマンか、投げっぱなしジャーマンか、ジャーマンスプレックス、これはフラフラだ。あっとキックを打っていったのは早草。さあ早草は新崎人生にタッチ、そして本田多聞の髪の毛を捉えて、そして新崎人生ミサイルキック。さあカバーに入った新崎人生、これはカウント2つ。全身汗びっしょりになっている新崎人生。本田多聞も立ち上がります。そして左足を捉えた新崎人生、あっと遠征切れ。さあ本田多聞は今度はどうするか。新崎人生を起こしていく、いずれも入ってきた。さあおっとこれはかわした、あっとバックに回った、バックに回った、バックドロップ、後頭部から押していった。そしてヘッドバット落ちてくる。さあこれもこれは今度は足をひねって STF、 新崎人生逃れることができるか。さあ苦しい状況だ新崎人生、あっと早草のカット、その早草に泉田潤が行きます。泉田潤早草を場外に落とした。さあ本田多聞ちょっとふらついている、気合い入れた、顔面を自ら叩いた。新崎人生を起こしていく、ヘッドボットを打っていく、そしてバックに回ってジャーマンスープレックスか、ジャーマンスープレックス。さあカバーに入った、抑えた、カウント2つ。試合時間は20分を経過してまいりました。泉田陣も入ってきた、泉田は早草に行きます。早草に行く、試合の権利は本田多聞と新崎人生。さあ結構抜くぞ、ジャーマンスープレックス投げっぱなし、2発目、今日2発目、そして3発目いくか、3発目、3連発ジャーマンスープレックス、カバーに入った、カウントが入る、あっと早草のカット、間に合った。さあ早草は泉田潤場外で戦います。その早草泉田を鉄柵に振っていく、試合の権利は本田多聞と新崎人生。1月16日のジャーマンスープレックスからカバーをスリーカウントを奪います。あっとキックは早草、そしてリーンネ、本田多聞がふらついている、足元をぼつかない。さあ再びリンゲ、さあ両者が大の字だ、先に立ち上がるのはどっちだ、本田多聞か新崎人生か。苦しい表情だ本田多聞、本田多聞泉田潤が負けるということになりますと他団体へアジアタックのベルトが流れてしまうことになります。さあ新崎人生は青コーナーの早草の方に近づいて、早草とタッチが交わされた。さあトップロックからキロチンドロップ、そして泉田にも突っかけた。さあ本田多聞はようやく立ち上がった、それを待ってラリアットを交わした。そしてファルコンアロー、ここで出してきた。さあカウント、カウント2つ、守ることができるのでありましょうか。アジアタックのベルト、全日本の本田と泉田、ボディースラムを打っていく。青コーナー後ろ向きに登っていったフェニックスプラッシュ。さあカバーに入った、泉田陣のカバーカットが間に合った。さあ今度は新崎人生、青コーナートップロープ、
ヘッドバットを落としていく。本田多門の長い髪を捉えた新崎人生、ボディースラムを打ってダメージを与えた後、ニュートラルコーナートップロープに登った新崎人生、新崎人生を拝んだ。ヘッドバット、ダイビングヘッドバット、カバーに入ったカウントミス。アジアタッグのチャンピオンはハヤブサ新崎人生ということになりました。勝負タイムは23分17秒。片襟固めに固めましたハヤブサ新崎人生。1月16日のリベンジマッチは新崎人生ハヤブサが借りを返す形となりました。第65代のチャンピオンはハヤブサ新崎人生ということになりました。新チャンピオンチームにチャンピオンベルトの贈呈でございます。さあ、その新チャンピオンチームにチャンピオンベルトが渡されます。続きまして、日本テレビ杯の贈呈でございます。アジアタックのベルトは、団体へ優位。